この勉強会は地元の NPO 法人が開いたもので行政や学校の職員などおよそ60人が参加しました道内でヤングケアラーの相談窓口を運営する加藤浩一郎さんが講師を務めヤングケアラーに寄り添うための知識などを伝えたほか元ヤングケアラーの当事者が自らの経験を語りました加藤さんは周囲の人がヤングケアラーに気づき手を差し伸べることが大切だと話しています